この物語はアプリゲーム乙女剣武蔵のはちゃめちゃミニドラマです。乙女剣武蔵ミニドラマ、未来を占え。沖田総司、声井口雄一、桂小五郎、声中澤正友、喜一方言、声匠康明。ねえ、みんなのこと僕が占ってあげるよ。占いできるんだ。陰陽師は何でもできて器用なんだね。僕も少しはできるけど、喜一くんは天狗の家系だからね。ではこの阿部の生命の陰陽師占いを、総合運、金運、仕事運、そして恋愛運を占うことができます。へえ、すごいすごい。なんかうさんくさいな。この水晶玉本物か？実はアクリル球だったりして。え、どうしてわかったんですか？桂さんすごい。壊れたら困ると思って、本物の水晶玉は僕の椅子になってたんですよ。上に座ってたんだ。万能なんだね。じゃあ右手を出してください。はいはい。おやおや、神秘十字がありますね。それ何なの？手相なの？しかも普通の阿部の生命式手相術さ。式盤だけが陰陽術じゃないんだからね。沖田くんの手相を見るに、金運ダメ、仕事運ダメ、病気ダメ、総合運ダメ、でも恋愛運は絶好調。恋愛運がいいんなら安心だね。あの子に振り向いてもらえるかな。あ、それはダメ。今はその時期ではありません。長い目でお友達から付き合っていきましょう。え、そうなの？残念。単純だなお前。じゃあ桂さん、手相を見せてください。本当に当てになるのか？へえ、桂さん運命線がありますね。これは運命変えられませんよ。財運線も長いですね。金運は抜群です。金運よし、仕事運よし、病気も健康体、総合運よし。恋愛運はダメですね。恋愛運ダメなの？ええ、好きな人に振り向いてもらえないジンクスあるんじゃないですか。好きな子に振り向いてもらえない？そう考えるとそうなのかもしれない。いや、きっとそうなんだ。思い当たることはある。多分そうだ。こんなうさんくさい占いで言われたことなんかに一喜一憂しているようでもダメなんですよね。元気出してください。恋愛以外はグッドですよ。うさんくさいけど、でも当たってる気がする。多分この水晶玉の力ですよ。ぜひ欲しい。その水晶玉譲ってくれないか？ダメダメ、これは譲れないな。ただでとは言わない。売ってほしい。いくらだ？いくらでも出す。ダメですよ。僕は占い師なんですから。ミニドラマ以上でした。誰にも占い